3月13日は、グレゴリオ歴で年始から72日目にあたり、年末まで、あと293日ある。ウィリアム・ハーシェル、天皇星を発見。画像はハーシェルが発見に用いた、望遠鏡のレプリカディ・エンビエン風の戦い始まる。フランスは、敗れ、第一次インドシナ戦争の転換点となった、九州新幹線が、開業科学者、ジョゼフ・プリーストリー。 酸素の発見者、啓蒙先生君主の代表格、ヨーゼフ二世誕生宣教師、ジェームス・カーティス・ヘボン誕生。明治学院を設立したほか、ヘボン式ローマ字の創始者としても知られる、尊老上位派の公家三条、耳誕生後期ロマン派の作曲家、フーコ・ボルフ。歌曲を多く残したロシア皇帝アレクサンドル二世、暗殺される、彫刻家、ヴィンチェンツ・オラグーザボツ。 明治初期の日本で彫刻を教えた。画像は、日本婦人知性学の創始者の一人、カールハウスホーファー自殺、原田美樹、西荻窪駅にて、鉄道自殺。ありがとうございます。